こんにちは。ナビゲーターのフォワード講師、ひろこです。石渡誠の Language Teaching Revolutions 第11回目の今日は、石渡誠のぼやき編と題しまして、短めの5分ぐらいでお送りいたします。短いんですけれども、熱い思いがこもってますので、どうぞお楽しみください。先生、今週のぼやきをどうぞ。今週のぼやき、いろいろぼやきたいことあるけど、今日じゃあちょっと根本的な話したいのは、自分的にはすごい教えることに僕は自信は持ってるんだけど、なんだかっていうと自分英語できなかったから、生徒さん諦めずに教えられるっていうしつこさも自信あるしね、できるようになるってサジェッションとかもちろん教えてあげることもできると思ってるんだけど、それでもやっぱり毎回思うのは、新たな生徒さんとかね、受講生になるような人と話して思うのは、自分で可能性を止めてる人っていうのを見てて、本当になんでだろうなと思うよね。要は大人の学習者って自分の気持ち次第なわけです。子供だったら強制的にやらせることができるよ。ね、親御さんも子供は勉強しなかったら勉強しなさいって言うだろうし、ね、学校行きなさいって言うだろうし、先生もできない生徒にはちょっと居残りさせて勉強を教えるってこともあるじゃん。子供はそうさ、強制的にさせられるわけだ。嫌な、勉強嫌だなと思ってる子もさせられるわけ。で、その、させ方が全ていいわけじゃないけど、僕が言いたいのは、子供の場合には、チョイスなく勉強させられるでしょ？基本的に。はね。でも、大人の場合には、チョイスばっかりなわけよ。だから、勝手に自分で決められるわけだよね。まあ、チョイスはいろいろあるのは構わないんだけど、僕が言いたいポイントは何かというと、勉強していく中で、勝手に自分の中でやめちゃう人、自分が伸びてないんじゃないかなとか、ね、あとはね、よくあるのは、大人の場合には、やる気が起きたらやりますみたいな。やる気あるんだ。やる気あるから、興味あるからさ、やろうと思って、例えば私のところに訪ねてくるわけじゃない？でもね、突き詰めていくとね、やる前に、ちょっと待ってください。私考えてみたら、英語は今必要じゃないんですみたいなね。特に必要じゃないのに、やる必要ありますかみたいな。いやいや、ちょっと待って、でも、やりたいから来てるんでしょ？それやる気じゃないんですね。本当に見たら、やる気が出るのは、やっぱり必要性を感じないとやる気が出ないんじゃないかなみたいなこと言ってるんだけど。どこまで待ってんのって。だからやる気っていうのは自分で起こすものだから、やる気っていうのは自分でやる気を起こすような場所に身を置かないというのだから、このステップを取れないっていうパターンを見るのと、あとせっかくそのやる気を持って始めたのに、勝手に自分の中で伸びないんじゃないかなとか、他の人も伸びてるけど自分は伸びないんじゃないかなとかね、勝手にやり方もいろいろ変えて、やっぱり自分であまりにもチョイスがあるから、勉強するしないも続けるも続けないも自分でチョイスがある。自分の能力を認める認めないも自分でチョイスがあるから、もったいないなっていうのをこのずっと教えてて思う子、第一はそこだね。もう40年教えてて一番思うのは、自分で自分の可能性をストップさせてしまったのがもったいない。先生よくぼやいてますよね、ワンデイの後とかね。ワンデーって初めて来る人がね、いてね。で、それなりにみんな、すごい面白い、楽しいですって言いながら、例えばね、多くの人が、いや、もう本当に英語をやりたくて、ずっと今までね、人生や、ね、いろいろやってきたんですけど、何やってもなかなか伸びないので、いい学習法を知りたいんで来ました、みたいな。で、終わってね、まあ、ほとんどの人が言ってくれるのは、これ今までなかった学習、本当にこれ素晴らしいですねって。こんなのなかったと思います。もう本当にやる気になったので一人で頑張りますみたいな。いや、ごめんなさい。学校を全て進めるわけじゃないけど、そこでまた道に迷うのみたいな。ねえ。なんかね、迷ってんのが好きな人いるんだよね。いいと思ったら、その通りに信じて頑張ってやった方がいいし、当然何事もそうだけど、やらないと力にならないし、継続しないと力にならないし、その中でまずやる第一歩をやらない人多い。やってから継続できない人多いのね、やっぱりね。継続難しい、日本ではもちろん英語があった方がいいかもしれないけど、英語力がないと生きていけないっていう環境ではそこまでないから、もうなんていうの、ゆとりありすぎてるんだよね。で、その中で自分の中で、まあ英語も必要だけど子どもの教育の方が大切だなとかさ、こっちが先に行っちゃうの分かんないわけじゃないの、気持ち的には。ただし自分の人生やっぱりね、幸せにしようと思って英語やってるっていうことを忘れちゃいけないけど、勝手にこうなんか気持ちがね、続かないっていうことはありがちだよね。
で、そういうことを続けさせるのも自分の仕事なんですよ。で、ここは自分のプロフェッショナルレベルだと。で、そういう生徒に会うときに、まあ、一番ぼやいてるのは石破って能力ねえなっていう。自分で自分に。そうそうそう。自分で自信があるとか言ったけど、やっぱりね、理想はね、どんな人が来てもね、やっぱり助けてあげたいっていうか、助けてあげたいよね。だからまあそういう人間でありたいけど。お、先生、人間らしいぼやきで終わりますね、今日は。以上でございます。頑張っていきますよ、だから。皆さんもコメントいただければ、僕も頑張ってますから、いろいろ考えて勉強していきたいと思います。そうですね。こんな話をしてほしいとか、石渡先生に聞いてみたいことがあったら、連絡ください。私が代表して聞きますので。了解です。了解です。はい。今週の石渡先生のぼやきでした。ぼやきコーナー、これで終わりね。OK! また今日もいいぼやきが聞けました。職員室やミーティングなどでいつもこういうような話をしています。また特別編としてお送りできればと思いますので、よろしくお願いします。 Thanks for listening and happy learning.